はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーです。ということでね、ゼニーがお送りする逆転裁判、はい、前回の続きからなんですけども、逆転裁判殿様じゃないの、今日から なんとかこうとか殿様が始まるんじゃないの。始まりません。と、うん、いうことでね、10月14日午後5時31分ゼニー歩道法律事務所ということで、ね、で今からちょっと殿様の撮影しに行くから、俺ゼニー歩道が、ね、さあやっていきましょう。俺か、あんた、ね、あー面白かった。覚悟し奥大君。うわどっちもお前だよ。ほうきを振り回すな。あ、いたんだ、なるほど君。なるほど君じゃねえだろ。あ、ゼリほど君いたんだ、いたんだじゃない。なんだな、あのシュールなビジュアルは。なる、え、ゼリホドくん知らないの。大江戸戦士とギャングに絶大な人気のヒーロー殿様なんだ、これマジマジマジ。大江戸戦士殿様、うん、じゃあ俺知っとんもん殿様。マジでそんな流行ってんの殿様。俺見とったて。あったあったった殿様。やっとったやっとった。やってた。何10月の14日にやっとったよ殿様。はい、はい、じゃあ続きまして、ヤング何歳ぐらいでヤング？10歳ぐらい。ヤングすぎだよ、一緒にはしゃぐなって。でも私ってまだ17歳だよ。これ17歳やったみたい。もう20歳超えてると思ってたんやけど。タチ悪いやつやんけ。ティーンだよ、ティーンティーンだよな。ゼリホド君と違って根本的に人をジジイみたいに言うな。僕だってまだ24歳だ。ってことは、こいつ大学卒業して速攻弁護士になれた。なんで卒業して2年やろ。うん、結構偉いな、デニホロ君な。うん、俺としたら偉いな。うん、じゃあデニホロ君も一緒に見ようよ。ほんとかっこいいんだから。とにかくすごい人気なんだよ今。小学生のなりたい職業の第一位は殿様だし。うん、なんか違う気がする。うん、いいのかい。バカだ。それはそれ。さて、殿様も見てそろそろ締めようか、事務所。いいのかな。てか、殿様も見たし締めようかってことはもう何？朝締めんの？いや、午後。あ、午後？あ、そうか、午後か。あ、夕方にやってる？そう。あ、はいはいはい。やっとったやん。まあ、昔やってる、入社枠とかあったからな。その時間にやってたわけで、殿様。殿様やっとってん。でも、ガオガイガーの後に殿様やってた。なるほどね。客全然来ないぞ。あれから1ヶ月、時間が流れた。千尋さんの事件はかなり世間の話題になったが、ゼニホド法律事務所はなぜか話題にならなかった。どうしよう、今月の家賃。切実。とりあえずな、あの、サラ金に行ってね、お金借りるって。大丈夫だよ。アコムもアイフルもある。そういうこと。その大丈夫だ。そろそろ何かでかい依頼来るって。ふう。10月16日午前8時14分ゼニホド龍一の寝室。ああ、どんな部屋住んでるんやろな。ボロアパートや。はい、ゼニホドです。ただいま電話に出られません。なんでビーという発音の後に。いけいけ。あ、そう。だ大変だよ。なんだよ、朝っぱらから殿様が殿様が逮捕されちゃったんだよ。はぁ、あ、殿様が。そうなの、殿様怪人をやっつけたんだって。普通やな。それがどうしたんだよ。怪人を倒すのが彼の仕事だろ。それはテレビの話でしょ。そりゃテレビの話だよ。違うの、本当にやっちゃったんだよ。やっちゃった。これ多分殺すって書いてやっちゃったやな、多分ね。トナサマスピアで怪人を口じゃせ。
マジで串刺しにしちゃったんだよ。さっぱりわからん。とにかくすぐ事務所に来てお願い。ピッ。10月16日午前9時22分銭歩道法律事務所。内装はあんま変わってないねんな。まゆえちゃんはいた。テレビを見ている。では、これ俺か。いや、わからん。じゃあ、では次のニュースです。子供系人気番組の大江戸戦士殿様の殿様役の二星三郎がついててくれてんねんな、よかったな。殺人容疑で逮捕されていたことが先ほど明らかになりました。被害者は怪事悪大官役胃袋たけし。悪大官の着ぐるみの中から死体で発見しました。死体には殿様スピアが突き刺さっており、警察ではこれを凶器と考えて捜査を進めているようです。次のニュースです。ボスが殿様を殺しました。お、犯人やってもたやんけ。どういうことやねん。お、お前容疑者をどうやってやれんの。なんか冗談みたいな事件だね。その通りだ。うー、悪夢だ、この世の終わりだ。誰今電話に出ることができません。なんでピーという発信取ってんねん。はい、銭歩道法律事務所です。っていうか携帯電話が事務所の番号かけてこうへんって怪しすぎてよ。安心感がないないな。え、銭歩道くんと殿様から電話が。なに。はいはい、すぐ伺います。まゆちゃん、行こう銭歩道くん。どうした。何、営業とかさ、サラリーマンの常識としてさ、はい、自分からピッて切るんじゃないんやで。そうで、相手が切るの待つんですよ。そうですよ。だって永遠に切られへんっていう。まあ17歳のね、女の人には分からへんかもしれんけど。そうね、いつもお世話になっております、銭歩道法律事務所ですっていうね。はい、お世話になっておりますって。まずフリーダイヤルの電話引こう。そうだ。で、どこに。殿様、留置所に捕まってるんだって。まあ、そうでしょうね。この事件、私たちの初仕事に決めたからね。移動やろ。いや、突きつけないと。いや、もうええって、はよ行けよ。これ尺長いね。どうかな、これ。ゼニホドくん、それ見せるの好きだね。ちょ、もう尺取んな。もう移動してくれ。なんもないって、この事件、ここで事件起きとんちゃうねん。はよ行け。よいけや、もう多いがな。よいけ。了解。赤尺使うな。留置所、もう留置所行けや。10月16日某時刻、留置所面会室。じゃあボス頼んだで、殿様。うっ、これ殿様。ほら、まゆちゃん、憧れのスターさんだぞ。ね、本当にあれがそうなの。あれって言うのよ。二星三郎、今回の依頼にその人だよ。こう言っちゃなんだけどな、銭ほどくん、これはやってるよ、殺人の一つや二つ。おいおい、何言ってんだよ。はい、何か。いえ、やれやれ。分かってます、幻滅してらっしゃるんですよね、僕に。めっそうもない。僕、ご覧の通りの面構えですから。殿様の役をいただいた時決めていたんです、この役が終わるまで絶対に素顔を出すまいって。子供たちの夢を壊しちゃいけないって思って。え？それなのにこんなことになってしまって、子供たちは殿様のことを何て思うんだろう。ゼニホド君、なんだよ、いい人だよ。そうだね。
これはやってないよ。とりあえずお話を聞きますね。はい。事件について聞きます。とりあえず何があったか聞かせてもらえますか。は、恐縮です。めっちゃいい人やな、これ。あれは昨日のことでした。打ち合わせのため僕たち撮影所に集まりました。朝の10時から殿様のアクションを打ち合わせして、夕方の5時からそのリハーサルがあったんです。そこで夕方の5時にスタッフがスタジオに集まると、怪人悪大カーンがセットの付近で倒れていたそうです。胸ブスッとされてますね。うん。着ぐるみのマスクを取ってみると、悪大カーンの中には胃袋さんの死体が、胸を殿様のスピアで見事に刺されていました。殿様のスピア？はあ、殿様の武器で長い槍です。なるほど。そもそも殿様って何ですか？うわ、なんて失礼なことを。すみません、煮干しさん、常識をわきまえない青二歳でして。誰が青二歳だよ。いいんです、殿様はお子様向けヒーロー番組の主人公です。ネオ・エドシティを舞台に宿敵怪人悪大官と死闘を繰り広げるんです。まあ毎回決着はつかないんですけど、それがこんな形で決着がついてしまうなんて。わかりました。ネオ・エドシティ一体どんな街なんだ。そこ気になる。アリバイですから。事件があった日、あなたは？あの日は朝の9時にスタジオに入りました。お昼までアクションの内容を決めていまして、午後は5時からリハーサルでしたので、昼食後は楽屋で昼寝をしていました。目が覚めたら集合時間の5時を過ぎていたんです。慌ててスタジオに行ったら皆さん怖い顔をしていて、そのまま逮捕されてこうして留守へ。事件があった午後はずっと寝ていたわけか。なんか間抜けなヒーローだな。やかましいよ。恐縮です。現場にも行ってみたいんですけど。撮影所、地図書きます。うわー、ゼニホド君、早く行ってみようよ。完全に見物に来たぞ。じゃとりあえず移動っていう感じかな。幼稚園の中何調べれる思ってんの、ね、後ろに立ってる人とか。いや、なんか逮捕されるぞまた。正門ですね。10月16日某日ね。音楽が急に、早く言えよ。お前だよ。ここでトノサマンが作られているんだ。すごいな、感激だよね。あんただよ。これ俺か。おばちゃんもあんただよ。ほら、あんただい。勝手に入っちゃダメでしょ。いえ、私たちその弁護士でして。あ、そう。おばちゃんは警備員なの。あんたらみたいな矢島を入れさせないの仕事なのよ。矢島？あんたたちもあれでしょ、昨日の事件を聞いて面白いハーブにやってきたんだろ。まったく最近の若いもので聞いたら昼間からこんなところで仕事だったんで弁護士になってもらうかみたいな。はいよママ。ゼリホド君、私もいつかこんな風になるのかな。やっぱりそうなんじゃないか。ちょっと、あんたたちその話聞きなさいよ。突きつけてんちゃん弁護士欲しい。なんでそれ、おばちゃんにくれんのかい。管理してくれ。どうぞ、じゃあもう話すしかないよ。はい、じゃあ撮影所ですか。この撮影所はどんなところなんですか。この撮影所は子供たちに夢を作るところでさ。おばちゃんも昔はね、
まさかスターだったんですか。じゃあ王朝軍の仲間の間じゃちょっとしたスターだったんだよ。はあ。ここもね、今すっかり錆びちゃったけどさ、4年くらい前までまさに夢のスタジオだったのよ。その頃、イブクロちゃんも大スターでね。イブクロちゃん、被害者の被害者、怪人、悪態感のこと、今でも怪人だってチケットやってるけどね。おばちゃん癖強い。しかも早口やん。二星三郎さん、どんな人なんですか。悪い人じゃない、悪い子じゃないんだけど、ぶら下げてる面があれじゃねえ。でもお茶の間に出せば白もんじゃないよ。飯がまずくなる。それだけで今回チャンスだって燃えてたみたいだけど、まさか胃袋ちゃうね。でもまだ二星さんだと決まったわけじゃ。決まってるの。おばちゃんは何を知ってるんだから。とりあえず胃袋ちゃん、胃袋ちゃんってどんな方なんですか。どんな方だって泣かせるわね。胃袋たけし永遠の大役所さまよ。今でも忘れられないね、ダイナマイトサムライシリーズ。聞いたことないぞ。でもさ、5年前にね、撮影中に事故が起こったって、それで記事がついちゃった。今じゃ子供相手の番組の 悪の使者だよ。ギャラも格安でね、切ない話よね。なんで二星さんを犯人だと思うんです。おばちゃんね、昨日ここに立ってたのよ。午後1時から死体が見つかる5時までずっとよ。殺人現場のスタジオ、この道を左に行けばいいんだけど、スタジオへ行こうと思ったら必ずここを通ることになるんだ。1時から殺人があった2時30分までここを通ったの一人。それが二星さんだったというわけですか。そう、おばちゃん見てたから。でも二星さんは、これあかん。でも二星さんは楽屋で寝てたって言ってますよ。そりゃそう言うでしょ、あの子バカじゃないんだから。でもね、ここを通ったのはあの子しかいないんだ。間違いなく犯人よ。じゃあそろそろあんたたちお家へ帰るんだね。ここにいたって何も出ないよ。僕たちは二星さんの依頼で調査に来たんですよ。あんたら見た目が怪しいもんね。あの子の書いた依頼状を見せてみよう。それならおばちゃん、入場許可してやらんでもないわよ。このおばちゃん、なんでこんなに偉そうなの。じゃあまた移動して煮干しに書いてもらわなあかんってことな。一筆書いてくれ。どうでした撮影所。やっぱり僕犯人扱いですよね。そんなことないですよね、ゼニホド君。せいぜい容疑者止まりだと思いますよ。恐縮です。この人の口癖は恐縮です、ね、話す、おばちゃんじゃない、アリバイとおばちゃんとかどっちもかな。にぼしさん、何か僕に隠していることありませんか。アナゴくん、いえ、そんなめっそうもない。あんただよ。さっきあなた、昼から楽屋で昼寝してたって言いますよね。はい、ぐっすり寝てました。でも警備員のおばちゃんは目撃しているんですよ。あなたが殺人現場へ向かうところ。なんですって。そんなバカな。僕は昼寝を。こいつどんな声なんやな、ほんまやった。分からへん。にぼしさん、あなたのことを言って、本当のことを言ってくれないと。僕は新米弁護士ですから、すぐ負けちゃいますよ。恐縮ですが、僕、間違いなく寝ていたんです。誓います。おばちゃんの見間違いだと思いますけど。どうなってるんだ、嘘をついてる様子はない。で、おばはんと、さす
影所の正門にいる警備員なんですけれど。あのおばちゃん広いんですよ、私こと見た目から怪しいって。実は前に僕も言われました、そのお面を取れって。あの人偉い人にはものすごく弱いんですけど、一度舐められちゃったら一生頭が上がらないんですよ。最悪。すみませんが、俺じゃない。すみませんが、依頼状書いてもらえ、書いてもらえますか。恐縮です。よし、依頼状をもらいました。これであのおばあちゃんを突破できればいいんだけど。で、移動やな。はい。これか。で、突きつけてんちゃうの。くらえ！おばちゃん、これ、にぼしさんからの依頼状。この頭に渡すの、いや、確かにあの子だに。渡しちゃった。あやこ、こんな足りなさそうな弁護士を頼むなんて。ねえと言われますよ。まあいいや、通行を許可してあげるわよ。ただし、ここから左のスタジオ方面だけだよ。右方面はダメ。スタッフの作業所があるんだけど、誰も調査ダメっすって刑事が言ったからね。糸の子ね、ねえねえ、なるほどくん、なるほどくん、ちょっとゼニホドくん、爪のところに筒があったよ、この撮影所の正門があって、スタジオ1,2とスタッフエリアですか。なるほどね、お、いいねこれ。ほら、1枚50円だよ。よし、じゃあ行こうか、ゼニハト君。50円。で、進んでんちゃうの。次よか。なんだよそれ、おばちゃんにくれるのか。今50円で買ったんですよ、ババ勘弁してくれ。第一スタジオ前、なんか首取れてません。10月16日某時刻、第一スタジオ前。なるほど。あんたはこの前の殺人犯。この前の大間違いのデカ。あんたたちのせいで三剣拳銃ちょっとブルーになってるっす。午後のティーを飲みながら窓際で黄昏れてるっす。知りませんよそんなの。そうだよ、大体あなたの捜査がデタラメだからいけないんでしょ。喋るよ。黙っちゃった。痛いところ疲れたらしいね。どうしよう、私が悪いのかな。意外にもナイーブな男みたいだ。そうっす、自分のせいっす。人のせいにしても自分の心だけはごまかせないっす。まあ次頑張ればいいですよ。そうっすね。てなんであんたたちがここにいるっす。あのねー、僕ねー、まゆちゃんやで。ん？知ってるよ。私、この事件を担当することになったっす。あ、真似しちゃダメっす。アイデンティティが崩壊するっす。面白い人だね、ゼニホド君。とりあえず話を聞きましょうか。長いよ、この調査番。今、そちらの調査は、捜査はどんな感じですか。そんなことを教えるわけにはいかないっす。ゼニホド君、さすがにそんなストレートに聞いてもダメなんじゃないかな。じゃあ、刑事さん、例のやつくださいよ。例のやつ？解剖記録です。今度は最新のデータを。わかったっす。この前の事件では迷惑をかけたっすからな。イエーイ。なるほど、槍状の凶器で胸を貫かれた。では逮捕した理由を聞きましょう。どうして煮干さんが逮捕されたんですか。簡単なことっす。殺人事件はこの先の第一スタジオで起こったっす。
被害者が第一スタジオに入ったのが午後1時。その時、被害者以外の人間はスタジオにはいなかったっす。そして被害者が死んだ時間は解剖の結果午後2時30分。その間スタジオに行った人物はたった一人、荷星サブロース。彼以外スタジオに行けた人物はいないっす。嘘だと思うなら警備員のおばちゃんに聞いてみるっす。なるほど。ゼニフラ君、それがもし本当なら誰が聞いても犯人は荷星さんしかいない。え、間違えた。もういいよ。いや、早く言うよ。物騒なことを言うなよ。はい、おばちゃん。はい、おばちゃん。はい、これでいきます。ちょっとよ、行けよ。あの警備のおばちゃんですけど、ボス。ああ、とても優しいいいおばちゃんっす。嘘つけよ。権力か、権力か、やっぱり。悪いですけど、ヘボ弁護士と違ってこっちは国家権力っす。なるほど。え、どこが？警察手帳を見せたらお茶と羊羹を出してくれたっす。あのおばちゃん、筋力だけだよ。しかも我々のために証拠品までくれたっす。決定的な証拠。そのおばちゃん持ってんの？何なんですか証拠品って。まあ、その写真っす。あの殿様野郎が現場に向かっている写真っす。誰が撮ったんですか？そこのゲートにカメラがついてるっすね。あ、これ？うん。あ、おいでませって書いてるあれのことかな？そのカメラは人が撮ると自動的に写真を撮るっす。ゼニフド君もうダメだ。でも証拠品を手に入れた割にはパッとしない顔してるな。どうしたっす？なんか元気がないっすね。そんな嬉しそうな顔して言わないでください。こんな笑い声、伊藤の子さん、そんな笑い声なんすか？わかんないっす。わかんないっす。私スタッフの人にも話聞きたいんですけど。あ、いいっすよ。もうどこでも好きなとこに行くっす。何をやっても無駄っすけど。逃げてこんなほがらかに笑えるもんなんだ。ゼリフラ君、許可もらったんだからいろいろ行ってみようよ。もうないんかな、話は。ないですね。うん。じゃあ、移動やろ。なんでこいつ肩ピクピク動いてんの？笑っと。の最中。いや、やめて、疲れるからやめて、それ。とりあえずその首が俺とあれじゃないの、うん、ちょ、もうスタジオに行く人間を写真に撮るためのカメラっす。まさかこんな広がると思ってなかったから。データを見れば誰がスタジオに行ったか一目で分かるっす。カメラにプレートがついている ST1307。 このカメラのナンバーだし、それ撮れた首やろ、見るんやった。この撮影スタジオのマスコットキャラクターだ。なんでもテングザルをモチーフにしているとか。でもテングってこんな団子っ鼻なのかな。お、手には看板を持っているな。右第一スタジオ、左第二スタジオ。あ、そんなことよりどうしたんですか、あれ。昨日強い風で首が折れたっす。そこの木も道連れっす。これに、うん、でも反応はない。おいでませ、おいでませだって。このスタジオも経営が苦しいっす。最近は休日には一般の人に開放して見物料を取ってるらしいっす。へえ、詳しいんだ刑事さん。
刑事辞めてここで働いたらどうですか。そうですよ、あそこの猿も首折れたことだし。意味がわからないっす。なんかめっちゃ切れてますやん。伊藤の子さん、左の道の奥には何があるんですか。なんか木が倒れてますけど。ああ、そっちは危ないから行っちゃダメっすよ。その奥には何もないっす。昔第二スタジオがあったっすが、今は使ってないっす。ちょっと疲れたな、座って休もうか。お、いいっすね。なんで刑事さんが休むんですか。いや、立ちっぱなしって結構疲れるっす。もうあんま調べんなよ。ちょいちょい喋ってくるやんけ、糸の子刑事。お？第一スタジオへ通じる入り口。スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。で、日本の君ちょっと入ってみようよ。あれ、鍵がかかってるよ。スタジオに入るにはカードキーがいるみたいだ。スタッフ以外の人間を入れないためなんだろう。はい、移動して、はい、おばちゃんかな。そうやろうね。見て見て、なるほどくんじゃない、ジェニホドくん。おばちゃん、詰め所の中で羊羹食べてお茶飲んでる。日本のおばちゃんって風情だね。ちょっとおばあちゃん寄りな気もするけど。このおばあちゃんの声、おばあちゃんの声疲れるんですけど。あらんたどう、あの子が犯人って納得しろ。くそー、このおばあちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよね。話すんじゃない。ああ、なんかめっちゃだから、もうおばあちゃん長いんやけど、もう今日これぐらいにしますよ。ほんとに、とりあえずおばあちゃん行ったら終わろうよ。ああ、おばあちゃん行ったら終わる。今日ちょっとな、会話シーンが長いよ今回。長いわ。おばあちゃん、なんで写真のことを教えてくれなかったんですか。ああ、あれ刑事から聞いた方がスリルがあるかなって。おばあちゃん気をつけ方だから。あれ、ここからすぐ左にいたゲストのカメラが撮ってたのよ。毎日写真をチェックするのはおばあちゃんの仕事でさ。この撮影所、どこ行くにも必ずこの警備詰所の前を通らなくちゃならないのよ。胃袋ちゃんがスタジオに行ったのが午後1時ちょい前。事件が起こったのが2時半。その間、これおばあちゃんが見たの煮干しだっけ。カメラにもそれが映ってる。これで犯人じゃなかった。誰が犯人よ。おばちゃんとか。ちょ、俺の声でおばちゃんとか言って。おばちゃんとか。にゃー、おばちゃんと言わにゃ、あんた全く気に留めてない。また増えた。被害者の胃袋さん、人気はあったんですか。それもすごいもんだったわよ。すごかったか、過去の話なんだ。私、小さい頃、ヒゲ将軍シリーズ好きでした。あ、あれに、よかったよ、ほんと。昔はさ、それが今は悪代官だもんね。それ、胃袋ちゃん、あれってしょうがないよ。よかったよ、短かった、胃袋ちゃん。そのカメラのことなんですけど、ああ、カメラに、ね、あの警視庁くぐるとセンサーたちが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間って記録されるんだって。おばあちゃん、その辺のことよくわかんないけど、撮った写真はあそこの詰め所のコンピューターで見れるから。おばあちゃん、いつも帰る前に写真をチェックするわけよ。とりあえず今回この辺にしとく。調べる。そう、調べましょう。撮影所のセキュリティカメラの映像を管理する感じだから、こんな勝手に触らないで状態っていうことらしい。この撮影所の見取り図が書かれている。ここから右行くとスタッフ作業場、左行くとスタッフ、いや、スタジオ方面に通じているらしい。この撮影所の、正門入り口だ。昨日はヤジウマが押しかけて大変だったらしい。この撮影所のライトバンダー、撮影用の資材など運んでいるのだろう。これじゃないぐらいですか。うん、
警備員たちの詰め所だ。おばちゃんがむさぼるのだろう。テーブルの上にはお菓子の山だ。セキュリティを管理するコンピューターが見える。はい、いいですね。で、どうするの、これ。もうとりあえず今日はこの辺で一旦終わっとく。そうですね、そこそこ長いからな。長かった、すごい。おばあちゃんで疲れました。はい、ということでね、今回はね、まあ、ゼニがメインで頑張る回のようでよかったですね。ああ、本当にね、おばちゃん。はい、おばちゃんね。はいおばちゃんしんどい。あんな声出すんじゃなかったということでね、まあまあ、この多分ね、これショートにもなってると思うんですけど、この部分だけピックアップしてね、ショートにしようと思います。おばちゃんシリーズ。あー、いいねおばちゃんの詰め合わせをね、ちょっと上げてみようかなと思いますんでね、ぜひよかったらそちらの方もご覧いただけたらなと思います。はい、お願いします。ってことでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、ゼニーがもう一タイトルやっておりますアンチャーテッド、はい、で私のがねやっております地球防衛軍5並びに6、はいはいはい、で姉さんのがねやっております戦国無双5、はい、で私とねゼニーの方が不定期開催しておりますデーモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1となっておりますんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでね、今回これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。